えー、表参道のジャイルというビルで、えー、展示されております2021年宇宙の旅モノリスウイルスとしての記憶そしてニューダークエイジの彼方へという展示について紹介していきたいと思いますはい、えーとね、ではですねまずですねこちらのですね、えー、とウェブサイトから見ていきたいと思うんですね、えーまあ、こういうい感じです、ねまああの超ビッグネームですね、えー、飯田孝代さんという方がですねジャイルはあのプロデュースされてますのでディレクションですね これ赤瀬川源平、アニッシュ・カプーア、ピエール・ユイグ、小野寺・ユキ、えー、森・マリコ、ダレン・アーモンド、えー、ネリ・オックスマン、えー、ジェームズ・ブライドル、えー、プロト・エイリアン・プロジェクトと、<laughs> このプロジェクトはプロジェクトですね。えー、ということになってますね。で、ま、えー、まあまあテキストたくさんありましてね。えー、一つ一つですねこれ説明してくれてますんで、えー、ぜひです、ね、見ていただきたいと思います。えー、飯田さんのですねコメントがこちらにまずありますね。はい えでまあ、モノリスですよね、やっぱね。はい、まぁ、あ、まぁちょっとね、えー、っとじゃあ展示の風景見ながら行きましょうごめんなさい、ね、ちょっと待ってくださいね。えー、っと展示を用意しますね、展示の写真準備しますね。<laughs> えっとですね、あの広いスペースではないんですね、ビルの中の一室なので、広いスペースではないんですけれども、えー、常にね、面白い展示をしている。 していますよ飯田さんまああのお金がありますからねあそこはあのかなり好きにできるんだと思うんですけどえー、っとはいはい、えー、でいきましょうねまあ入り口こういうふうになってますね <laughs> でまあ、いきなりこうモノリスがドーンとありますね <laughs> でモノリスですねモノリスまあご存知ですよね えっと、2001年宇宙の旅っていうですね、SF 映画がありますけど、あれでまあモノリスを発見するっていうところから始まるわけですね。で、まあ最後の方になるとでっかいモノリスとかが出てくるたりするわけですけどね。まあまあ,あ、小説の方、小説の方僕読んでないからあんまりちょっとよくわかってあ、あ,のあれですね、小説の方って、小説の方って 3, 3ぐらいまでありますよね、確かね。えっと200、2001年宇宙の旅の続きみたいなやですかね。 結局、あの、そのモノリス、えー、モノリスっていうか、ハルですね。ハルが、まあ、暴走するわけですけど、暴走してあの乗組員殺しちゃうんだけど、それなんでだったのかっていう、ね、まあ、要するにコンピューターウイルスみたいなもんだったっていう話みたいだけど、で、で結局、えっ、ー、と、何と会うのかっていう、あ、っていうか、あれか、あの、船長が外でクソでかいモノリスに会うんだよね。で、そ、こそこにこう、何が起こってるのかっていうのを見に行くみたいな、探査しに行くみたいなね、続きの話があるみたいですけど、ね、はいはい。まあ、えっ、ー、と、飯田さんのね、えー、テキストですね。このテキスト自体も面白いですよ。はい。 えっと、まあ、モノリスみたいなのバーンとあると。まあ、ああの、こういうの大事ですよね。なんかバカっぽいけど、僕こういうのはね、すごい好き。えー、いいと思う。はい。で、えっ、ー、と、三章に分かれてますね。はい。で、一つ目や、誰ねあ、まあまあ、はい。えっ、ー、とね。えっ、ー、と、ここ、これですね。これが、えっ、ー、と、アニシュカパーですね。 で、アニシュカップはあの、この、えっ、ー、と、すっごい綺麗な、ものすごい綺麗なんだけど、これが、こう、あのブラックホールみたいなね、フィーとこう落ちていくっていうやつですよね。えー、そういうやつ作ってますよね。で、えっ、ー、と、彼、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あそこ。<laughs> えっと、あれどこでしたっけ湯布院の方ね。えっ、ー、と、あれ何、何温泉だっけえっ、ー、と、大分でやってましたよね。大分のプロジェクトでもアニシュカップは来てたけど、 えっとまあ一番有名なのはテイトモダンですよねテイトモダンでこのあの大きいやつねこのなんかラッパみたいなやつねラッパみたいなやつ、ね、めっちゃでかいの置いたのよねえーそれをやったっていうのが大変有名ですよねはいでこれダネアーモンドですねダネアーモンドえー、っとね断念をちょっと待ってこれね実はねテキスト見ながらの方がいいんで、ね、ごめんなさいね少しちょっと僕は飯田さんのテキスト見ながら話しますね あ、ミスったああミスったえー、とこうなっておっよ,よ,よしよしょ はいこれでいいですね。はい。えー、で、これを見ながら行きますね。よっと。はい。で、えー、っとですね。一番初めが、えっと、まあ、まあモノリスがあった後に、えー、っと、2つ目の部屋を今見てますね。はい。えー、っとね。誰もが持ってこうか。えー、っとね。 ダレアモドのね、この、あ、ごめんなさいね、ダレアモドの作品はね、ここですね、この時計の作品ですね、これ。これ何かっていうと、えー、っとね、なんていうか、サムェア・ビトゥイン、サムェア・ビトゥインっていう、えー、っとシリーズかな、になるわけですね。で、えー、っとね、えー、っと、ま、あこれ、時空の歪みについて書いてあるみたいなことを書いてあるのかなぁ。うーん、まあまあ、そうですね。 まあ要するにね時間っていうのは一定じゃないでしょっていうことをこう、あのー、かなり端的に表しているってことですよね。あのー、まあ、それはそうですよね。あ、それはそうですよね <laughs>。っておかしいんだけど、あと時間と空間が入れ替え可能だっていうことが、一応、そのアインシュタインの相対性理論で分かったっていうことになってるわけだけど、僕ね、これずっと思ってるで、あれ、誰なもので、それ確かにね、これ面白く表現してると思いますよ。だから これあのパタパタパターってこうあの落ちてくるあの時あるでしょそれの半分、半分、半分,半分が違うのよね。こう、噛み合ってないっていう、時間がこう噛み合ってないっていうのがバーって並んでるわけな、ね、い、えー。そういう,こう作品なんですよね。だからその時間の、リニアな時間じゃない時間性みたいなものが我々のこの空間にも流れてるんだっていうようなことを表してるんだけど、た,ただこれ、あの極めてコンセプチュアルすぎると思うんだよね、僕ね。だから僕ね、なんとなくね、あのね相対性理論とね、 えっとまあまあっていうかね、あのルネサンスの時代とかね、あるいはもっとその前とかって、あのエジプトとかでもいいんだけど、数学とか科学と芸術って、まあほとんど全く同じものだったわけですね。なんだけど、やっぱりある時からやっぱ分かれたと思うんだよね。でね、それが決定的になったのはね、僕相対性理論だと思ってるんですよ。で、相対性理論をねの、から影響を受けたものとしてね、まあ例えばブラックホールだとそうでしょ。相対性理論ないと出てこないからね。で えっと、これと、そう、これとかね、この時間とかっていうものがね、じゃ相対性理論のね、その科学っていうものをね、あの、芸術でうまく解釈してるかっていうと、その表彰してるだけだと思うんだよな、俺な。だから、うん、なんか、レプリセンテはプレゼンテーションしてるっていうかな,だけなの、ね、表彰っていうのもプレゼンテーションしてるだけっていう感じがしちゃうんですよね。だ面白くないとは全然思わないんだけど、興味だって僕は同じ興味を持ってるから。 ななんんだだけどかかねだから相対性理論をねあのうまく取り込めてないっていう気が僕はずっとしてるんですよね。ねだから、多分そこからやり直す必要があると思いますよ。もう100年経ってるんだけどね。で多分ね相対性理論をね本当にねアートに取り込むことができたやつってねねそのね歴史上、おそらく1人しかいないと思うんだけどねそれがマルセル・デュシャンだと思うね、僕。で、多分、デュシャンのああのー、あのコーヒー引きでこうくるくる回るのとかあるでしょ。 あと、その、チェスにいいようにはまってたとかね。ああいうのと多分ね、僕ね、相対性理論と関係してると思う。多分。まあまあ、そういうことを考えたりしてますね。うん。はい。まあ、次行きましょうか。はい。まあ、これはあの、アニシカプアのディテールですね。あの、まあ、すごいかっこいい作品ですよ、これね。はい。めっちゃかっこいいですよね。この影の出方とかもすっごいかっこいいし、ツルッツルなんですけどね。で、これ、ダなナーですね。正面から見たいですね。うん。もう、これ、かっこいいんですよ。 これも誰レアムですけどね。はい、まあ、あの、展示もかっこいいですよねあ。あと宇宙の缶詰があるのか。で、まあ、これ、赤坂はのの宇宙の缶詰って言って、あのカニ缶買ってきてですね、それ食ってですね、で、えっ、ー、と、綺麗にして、で、そのラベルをですね、内側に貼るわけですね。で、それで閉じちゃうんですね。そうすると外、外側にあったものが内側に入るから、宇宙が、だから、 えっと缶詰の外に宇宙があったものが缶詰の中に入っちゃうわけだから宇宙が全部缶詰の中に入っているっていうこう逆転させるっていう発想ですよね。まあまあそういう入れ替え可能っていうかねまあ確かにこれはあの宇宙的といえば宇宙的なんだけどでまああのこれみんな好きな作品だけどねただ僕ねこれまあよく見る作品だからまあいろいろ考える機会はあるんですけど今回思ったことはね赤瀬川さんね これテキストで書いてあるんだけどね。えーというかまあ、えーと、ある意味なら三木学で書いてたのかごめんなさい。えーと、何、何で言及してんのかな。えーっとね、えー、書籍一応言いますね。まあ、赤瀬川さんね、本にちゃんとなってるからね。えーっとね、あ出てなかったかな。出てたと思うんだよな。赤瀬川さんは、えーっとね、どうし、 えー、東京ミキサー計画ですね。えー、で書いてるんですけど、えっ、ー、とね、赤坂さんね、これね、カニ食ってるんですよね。僕ね、このね、カニを食ったっていうことがね、なんかどうもね、強く引っかかりますよ。あのー、つまり、カニを外に出して、中のものを外に出すじゃないで、それをね、また今度ね、外部にいる自分の身体に入れるんだよね。で、その後に、宇宙を閉じるのね。 だから、えーえー、えっともともと外の世界もともと宇宙の一部だった身体っていうものがにも、えー、ともと缶詰の内部だったものを取り込む外部内部を外部に取り込む、えー、そ,そうするとその後、えー、と缶詰を宇宙の中にするからね。 で宇宙になると缶詰が宇宙になると身体が外部になるわけでしょでその外部になったものの中に内部にあったものが取り込まれてるのね。っていうそのこの何ねくなんかねこれすごい変な構造してると思いますよ。 だから僕なんかね、食べるっていうことが異常に重要な気がしてきた、これ。だ当たり前なんだけど、これ意外とじゅあ,のあれなんじゃないかなと思うんでね、あの注目されてないんじゃないかと思うんだけど、なんで缶詰っていう食べ物じゃなきゃいけなかったのかっていうことにが重要な気がしますね、どうもね。だから食べるっていうことの重要性って、その、ファイアウトはそんなに重視しないよね、やっぱりね。で、食べないと死んじゃうからね。だからやっぱそこはなんかね、重要な気がしましたね、今回ね。 ままあまあそんな感じですね。はい、ここかっこいいんですよ。すっごいかっこいい作品なんですよ。なんかすごい、なんかポンポン進むな。はい、こういうことですね。これね、中にタラバガニって書いてあるでしょ。はい、これ誰なンアンですね。 あ、これ、あのモノリスの裏です。でね、僕ね、ちょっとね変な回り方しちゃって、えっ、ー、と、第3章から見ちゃうんですけど、これね、プロトエイリアンプロジェクトっていうので、エイリアンって外にいるやつじゃないですか。でも、この地球上でエイリアン作ろうっていうプロジェクトなのね。これは面白いと思いましたね。はい。なんか,かっこいいですよ。なんか、の極限状態でもあの生きれるような、うん、えっ、ー、と、バクテリアみたいな作るんですね。えー、そういうプロジェクト。なんか,かっこいい。展示もすごいかっこいいし、良かったです。はい。 で、えっ、ー、と、陰謀としてのスター・チャイルドね。まあ、ああの、最後、スター・チャイルドになるっていうやつですね。あの、2 0 2十あ、2 0 1えー、2001年宇宙の旅でね。はい。でっかい子供になる <laughs> ってやつ。ネリオックスマン。ね。あ、ネリオックスマンはね、これ、僕、ちょっと待ってね。えー、っとね、僕、あんまりよく知らないんだけど、これ。んん <laughs> 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 うんうんうんんん。 はい、はい、これねあのね外部に行った時つまり、ね、宇宙に行った時にねいろいろこうあの体がきつくなるのであの特殊な状況になるので、えー、と宇宙服みたいなの着なきゃいけないんだけどそうじゃなくて彼女ね医学部出てるらしいんですね、えー。医学部出身でその後ちょっと違う、えーとまあ、芸術学かなんか勉強したのかな分かんないけどね、えー、らしくてその医学の知識を用いてですね,、えー、とねあと宇宙旅行に耐える人体 こううう臓器をを作ろっってていこことをやってる人なのねこれすっげえ面白いよね。これはもうめちゃくちゃ面白いと思いました。ただこれちょっとイメージだけなんで、今回の場合ね、えー、ちょっとね、よくわかんなかったんだけどね、うん。まあこれだから臓器をこう作ってんのかなわかんないけどね、うん。まあそういう感じでしたね。はい。えー、次。ブライドルあうううう、なんかこれ挙動がおかしいな、今日。 でね、ジェームズ・ブライドラはね、僕ね、ちょっとよくわからなかったんだよ。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、まあちょっと説明するとね、その、えっ、ー、と、地中海で800年以上にわ,にわたって話されててた、ピジン語、リンガ・フランカ。ピジン語、まあ、リンガ・フランカっていうのは共通語ってことですね。えっ、ー、と、まあ今で言うと、その、アメリカ語、アメリカで、で、もうその前ラテン語ね。で、えっ、ー、と、なんていうかな、リンガ・フランカなんだけど、どの言語でもないリンガ・フランカっていうかな。 えっていうものとして、美人語っていうのが話されてたんだけど、まあ、クレオールみたいな感じね。クレオールはちょっと違うけど、まあ、そういうことね。えー、と、で、あなたは,こは私のこと知ってますかっていうことね。to know っていう、えー、言葉、えー、サビ、サワーっていうのか、サビっていうのか、サビーっていうのか、あ、とか、サビアとか、サビアっていうのか、えーえー、がですね、えー、to know、わ、えー、かるっていうような感じかな。 これがですね、こんにちはっていうことになったらしいんですね。うん、で、それを、えー、っとですね、ネタにして、これがずっとこの映像が流れてるだけなんだけど、えー、っとね、えー、これにサビアって言ってるのかな、うん。まあまあそういう作品ね。まあでもなんかほとんどなんか映像に動きがなくて、なんかよくわかんなかったですね。はい。で、これはね、すごい。これね、第,3第2章なんですけどね。 これはねあの、有名ですよね。森マリコさんの作品ですね。森マリコさんね。で、森マリコさん、この、あの、えっと、超新星爆発でしたっけ、これは。えー、っと、超新星爆発じゃないか。なんかね、な,な,なんかのね、光にね、えー、っと宇宙の光とね、えー、っと同期してるんですよね。えー、っとね、 太陽系の9つの惑星群を運行して数値化して LED 発光する9つの種類など確か超新星,星爆発だったような気がするでそれに同期して光がプワーンと光るっていうねその実はその光る時に、あのー、星がなくなる時の光をこう観測してここで光らせてるっていうねだからなんかあの森丸子さんはこうちょっとこう超人的っていうかねあのこうシャーマン的な感じですよねねこれ重要だと思いましたねあのこ,のこの展示にこの作品があるっていうのはすごい重要だと思いましたね で、えっと、奥にあるのが、えー、っと、ピエール・ユイグと、えー、っと、あれですね、フィリップ・パレーノの、えっと、共同制作ですね。一応な、ピエール・ユイグっていうことになってますけどね。えー、っと、えー、っとね、100万、百万の王国っていう作品なの。No goes just a shell っていう、えっ、ー、と、フレジュっていうの一環ですよと。で、えー、っとね、えー、っとね、 日本のデザイン会社 KWORKS から奈良市の二次元キャラクターの著作権を4万6千円で買ってでアンリーっていうやつですね <laughs> こいつがねこいつでこいつが月の中をどんどん歩いていくっていうのをみんなで創作していくっていうそういう <laughs> えっとまあプロジェクトでこれはなんかあの物語なんかが語られる中でいくのねすっごいね不思議な映像になっててねあのものすごくいい作品なんですよねこれまあネットとかでも見れると思いますよこれねはいはいはい はい、これマリ、マリコさんで。だこういう感じですね。ね、ピエール・ユイグね。こう歩いていくんですね、こう。なんか、あの、ま、あ月なんだ。どこかよくわかんないような場所です。ね。一番最初になんか移動してるっていうのが出ますけど。で、まあ、これは小野寺さんの写真ですね。ずっと、ま、写真、あの、飯田さもずっと写真をね、えー、見ていかれてる方なんで、ね。あー、あとね、これもありました。ウィキリークスのね、えー、っと、動画ですね。えー、っと、 えっとなん識別しスタンリー・キューブリックって書いてあるけど、えー、キューブリックがあれか、撮影したんだっけこれ。えー、って言われてたんだっけあですよね。で、えー、っとネバダで実際に撮影されたこと、あ、ごめんなさい、ウィキリーフックスはネバダで実際に撮影,撮影されたことを示す月面着陸の未使用の映像をリリースしたということですね。はい。はい。テイクワンテイクワンみたいな感じ <laughs> みたいな感じで、えー、っと、これ、ね、あのー、月面着陸ですよね。えー、が、えー、っと、こう、まあ、ウィキリックスから漏れたんだよっていうやつですね。これはすごい話題になりましたよね。でも、こう、分かんないですね。これ、本当にどっちなんでしょうね。分かんないよね。一応、旗があるって言われてるけどね、月に。あれは、あれまで嘘なのちょっと分かんないけど。まあ、僕は別に行ったんじゃないかなとかって思ってるけど、まあ、でも、相当行くの難しいだろうなとも思うけどね。うん まあわかんないですね。まあでもこういうのは面白いなとは思いますけどね。はい、まあこんな展示会場でした。こんなもんかなはい。ね。まああのね、えっとね、無料でね、なかなかね、面白い展示っていうかね、えー、まあ本当にビッグアーティストたちの作品が見れるんで、えー、こういう機会にね、ぜひね、見に行かれたらいいと思います。えー、っと、全部で、えっとね、展示はねいつまでやるのかな えっとねま,まだもうちょっとやってんじゃないかなえー、っとねあ4月25日までですね、えー、やってますので是非見に行っていただきたいと思いますということで2021年宇宙の旅モノリスウイルスとしての記憶そしてニューダークエイジの彼方たへ、えー、という、えー、展示を紹介いたしました えどうもありがとうございました。是、え、非、ー、ですね、えー、皆さんですね、えー、いいねおよびですね、チャンネル登録をおーよろしくお願いいたします。